今もしあなたにお金がないなら、あなたはお金のことを1ミリも知らないのが原因だったんです。学識サロンのマーです。今回は安江一生さんの著書、26歳の自分に受けさせたいお金の講義、この本を紹介していきたいと思います。いや、マジでこの本、本当はやるべきなのに、実はみんなができていない、知らないから損しているお金との付き合い方が一冊にまとめられている本で、今ね、お金がないって悩んでる人は絶対読んだ方がいい。もう26歳と言わず、もう高校生くらいの時の自分に教えてあげたい内容なんですよ。ではここで質問です。あなたは幸せはお金で買えると思いますか？もう先に答えを言ってしまうと、買えるんです。もちろん全てではないので、必ず幸せになれるわけではありません。ですが、お金がないと選ぶことのできる選択肢が限られてしまうのも事実なんです。旅行に行きたいけど行けない。たまにはサイゼリアじゃなくてデニーズに行きたいけど少し高いから行けない。結婚式を挙げたいけどできない。マイホームが欲しいけど建てられない。など挙げるとキリがないんですが、逆にお金があればこういった悩みはなくなって、実際問題そこで幸せになれる人はいるんですよね。私もね、この前、あ、幸せだなって感じたのが、子供とガストに行って猫ちゃんロボットを見て興奮している3歳の息子を見た時、ふと、あ、これ今めっちゃ幸せな時間だなって思ったんですが、これもガストさんにお金を払ってご飯を食べたから感じれた幸せです。やっぱりね、お金で買える幸福はあるのは確かだと思います。ではここでもう一つ聞きたいんですが、あなたはお金とどれくらい向き合っていますか？どれくらい知っていますかね？この質問をするとですね、耳を餃子にしたくなる人増えるんですよ。というのも、ほとんどの人がお金について今まで学んできてないんですよ。義務教育で小学校、中学校で、はい、次の授業はお金です、なんてなかったですよね。だからみんなお金について学ぶことなく大人になり、お金で悩む社会人が量産されてしまっているんです。ですがもう安心してください。ここまで動画を見ているということは、あなたはお金についてこれから学ぼうとしている証拠です。学校や社会では絶対に教えてもらえないお金の話だからこそ、私はこの本をひたすら読み込んで、今回特別な動画を作りました。これ一本で全部学びます。そこで今日この動画で学べるのはこの3つ。1、銀行に貯金しているだけではお金が減っていく。2、お金がある人がやっている裏技とは。3、20代から自己投資しないとマジでやばい理由。特に2つ目に紹介する話は、今日からすぐにできるお金との向き合い方を紹介しているので、ぜひね、その部分まで楽しみにしていてください。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。チャンネル登録よろしくね。1つ目、銀行にお金を預けるだけではお金が減っていくという話です。老後2000万円問題というのはもう聞いたことありますよね。実はこれ衝撃的な事実があって、2000万円だけでは足りないんですよ。どういうことかというと、前提条件としてマイホームを持っていること、住宅ローンの支払いが終わっていること、老人ホームなどの費用が含まれていないことなどが設定されているんです。つまりほとんど全員2000万円じゃ足りないんですよ。特に今20代の人なんかは、将来いくら年金をもらえるかなんて不透明ですよね。ですから国に頼るのではなく、自分で準備しておく必要があるんです。ではどうしたらいいのか。もしここで早いうちから貯金しておかないとと思った人、それアリンコ並みの握手なんです。え、子供の頃親から散々貯金はしておきなさい、そうやって言われたけどって感じたと思うんですが、これは損するアドバイスなんです。というのも、銀行にお金を預けていても増えない、それどころか減ってしまう可能性が高いからなんです。この話は絶対に覚えておいてほしいので、詳しくお伝えしていきますね。例えば今銀行に100万円を預けたとします。10年後そのお金はいくらになっていると思いますか？答えは100万200円。たった200円しか増えないんですよ。これ年利にすると 0.002%。 これお金を引き出す手数料が発生したら、もうその時点でマイナスですよね。確かに30年前は銀行にお金を預けていたらそれが正解だったんです。定期預金の利率が驚愕の 6% で、100万円が10年後には179万円になっていたんですよ。これすごいですよね。でも危険なのが、その時の感覚で親が銀行に預けなさい、こうやって子供に教えるから、みんな間違ってしまっていたんです。まあ親もお金の授業を学んでこなかったから仕方のないことではあるんですけど、これは困りますよね。そしてもう一つ覚えて帰ってほしい話があって、それが物価上昇と貨幣時間の価値です。今物の値段が上がりすぎて本当に辛いですよね。私の大好きなうまい棒チーズ味でも2022年には10円から12円に値上がりしてしまいました。これもし銀行に預けた100万円が10年後も100万円だった場合を考えると恐ろしいんですよ。今は100万円でうまい棒が 83,333本買うことができるんですが、10年後に1本14円となった場合、71,428本しか買えなくなってしまうんです。
約1万2千本も減るって恐ろしくないですか？これ何が言いたいかというと、今の100万円という価値は10年後には100万円の価値がないということなんです。ではどのくらいの貯金が目安になるのか。この本には月収の3ヶ月分で十分、こうやって書かれています。例えば月収30万円の人なら90万円です。この貯金は何かあった時のリスク用としてのお金で、例えば勤めている会社が倒産してしまったり、精神的な理由で働けなくなったり、休養で必要になったという場合です。家族がいる場合は多くても6ヶ月以内に留めておくことをこの本はね推奨しているんですよ。それ以外のお金に関しては投資信託など運用系やいつもと違う別口座に貯金する方法があるんですが、その辺の詳しい話を知りたいという人はぜひねこの本の続きを読んでみてください。ちなみに私も6ヶ月を目安に今は貯金をしていて、それ以外は投資信託とか他の形で資産形成しています。マジでねやってみると銀行に預けていた今までの自分アホだったって反省します。二つ目、お金の計画という話です。お金がある人とない人の決定的な違いって何だと思いますか？それは自分のお金の流れをきちんと把握しているかどうか。たったこれだけなんですよ。今月いくら稼いでいくら出ていくのか。こういったお金の計画を立てて理解している人ほど実はお金をちゃんと持っているんです。ではどうすればお金の計画を立てられるのか。それは家計簿。これをね、つけるようにするんです。うわ、めんどくせえって思った、そこのあなた、正直にね、手を挙げてみてください。それだとね、一生お金が増えていかないんですよ。めんどくさいからみんなやらない。これは逆に言うと、やってる人はお金が溜まっていくんです。これ多くの人が勘違いしているんですが、家計簿で大事なのは、作ることではなく、数字を分析することなんです。なぜ収入が増えたのか、なぜ支出が増えたのか、前の月と比べてどうだったか、想定したお金の使い方はできたか、などお金の裏側を見ていくことが大事で、家計簿はそのツールなんですよ。ではここからお金の計画表を作っていきましょう。ステップ1、準備。まず紙を1枚用意して、横軸に1から12月まで書きます。次に縦軸に収入項目と支出項目に分けます。収入項目は給与、賞与、副業収入、臨時収入などで、支出項目は家賃、携帯代、食費、娯楽費などを書きます。ステップ2、大まかな金額を把握。項目が書けたら大まかな金額を書いていきます。もし家計簿アプリなんかを使ってる人はそれを見ながら書いていきましょう。まだ家計簿アプリを使ってない人はこれを機にねぜひ始めてみてください。ステップ3、収入の確定。給与に関しては手取り額を記載します。これポイントは低めの金額を書いておくようにするんです。計画表は最低限のケースで作っていた方が下振れが少なくなるので安心できるんですよね。ステップ4、支出の確定。支出に関しては逆に高めの金額を書いておきます。立てた予想よりもその支出が少なく済んだ分は他のことにお金を回せばいいだけなので困ることはありません。ステップ5、利益の確定。月の収入から支出を引いて合計金額を計算します。給与の額によってはマイナスの月が出てくることがあるかもしれませんが、1年間のトータルでプラスになっていれば問題ありません。ステップ6、使うお金の割合を集計する。計画表ができたら消費、浪費、自己投資の割合を出していきます。消費は家賃やスマホ代など生活する上で欠かせないもの。浪費はいわゆる無駄遣い。自己投資は資格取得や交流会などあなたの価値や魅力を高めるために使うお金です。自己投資についてはこの後詳しく解説していきます。ステップ7、改善点の確認と改善。最後に減らせる消費はないか、自己投資の割合が少なくないか、過度な貯金になっていないかなど改善できるところがないかをチェックします。これが本当大事。目標としては消費が8、自己投資が2の割合になっているのが理想的です。急にねこの割合にするのは難しいと思いますが、工夫をして徐々に近づけるようにしていきましょう。そして月に一度実際にどうだったかお金の流れを見比べて分析していきましょう。これをやることで人によっては1万円しか節約できなかったとか、これ無駄遣いだったなとか、いろいろ出てくると思います。でも例えば月1万円は年間で12万円です。これ10年間で考えると120万円。ほらこうやって年数を重ねると圧倒的な差になっていくんですよ。今1万円節約したことが必ず10年後のあなたを助けることになりますから、自分を守れるのは自分だけ。しっかりとねお金の防御力を上げていきましょう。3つ目、20代の自己投資は最強という話です。20代で絶対にやってほしいこと、それは自己投資。これなんですよ。もし自己投資をしなかったらどうなるのか。それは今の生活がダラダラとキープされ、その延長線上の未来が待っているだけなんです。つまりもしその人が現状お金を稼げないままだったら、そのまま不幸な人生を送ってしまう可能性が高くなるんですよ。これねよくね、30代で貯金がない人は40代でもない、
っていうデータがありますが、まさにそれと一緒なんです。本心でね、心の底から私は今のままでいい、そう思っている人はいいです。でももし心のどこかにもっとお金を稼げるようにしたい、家族に貧しい思いをさせたくない、老後のためのお金を貯めたい、人生変えたいとか思う人は自己投資もう0秒後に始めましょう。そうすれば変わっていきますから。例えば毎月1冊1500円でビジネス書を買って、その本に書いてある内容を実践し続けたとします。すると年間12冊ですよね。本の代金の自己投資金額は年間2万円ほどです。そしてそのビジネス書に書いてある内容をしっかりと実践できた場合、ほとんど年収が2万円以上アップすると思います。つまり自己投資にかけた2万円をプラスで回収することができてるんです。これが1年後2年後3年後大きな差になってきます。実際私も会社員時代読んだ本の内容をすぐ社内で提案して実践しまくっていたんですよ。それで売上も上がりましたし、かなり経費を削減することもできて、会社の利益に大きく貢献できたんです。だから毎年私社長に交渉して年間30万円以上毎年年収上げてもらっていました。まあね、これは中小企業だからできることでもありますし、社長からしたらね、毎年年収の交渉してくるやつ嫌ですよね。社長すいませんでした。話を戻します。他にも自己投資だったら資格を取るのに10万円の金額がかかったとしても、給料のいい他の会社に転職することもできます。今やった自己投資が将来のあなたを確実に助けることになるんですよ。あとここで大事なポイント、それはお金がないから自己投資しないではなく、お金を稼ぐために自己投資をするという考えに切り替えることが大事です。そしてね、もう一つ大事な大事な話があってですね、それが自己投資はなるべく若いうちにやる、これを覚えておいてほしいんです。なぜなら自己投資の回収期間が長いからなんですよ。例えば自己投資によって資格をゲットしようと教材費、講座代なので30万円かかったとします。この時資格を取得する時期が20代と40代では、その後の回収できる期間に大きな差がありますよね。20代の場合は残りの人生の期間でその資格をゲットしたことによる効果も大きく、その自己投資代を回収することも余裕でできるし、利益も大きくなっていきます。一方40代の場合は20代よりも20年ほど回収期間が短いので、同じ資格だった場合、圧倒的に20代の方がたくさんの利益を手に入れることができるんですよ。お金がない時期の自己投資はきついかもしれませんが、だからこそ頑張る原動力にもなるんです。でもね、ここで今高齢の方、じゃあ俺ダメじゃん、じゃあ私ダメじゃんって思っちゃダメです。20代の人はもちろんなんですが、それ以上の人も今日が一番若い日です。うわ、やってこなくてこんな年になっちゃったよ、もうダメだとか思わなくていいんです。もう過ぎちゃったもんはしょうがない。大事なのは今この瞬間に自己投資を始めることが、あなたにとって一番費用対効果が高くなるのは間違いないんですから、今日この瞬間から自己投資やっていきましょう。それが10年後のあなたを必ず助けてくれますから。さらっとまとめです。1、銀行にお金を預けるだけではお金が減っていく。2、お金の計画。3、20代の自己投資は最強という話でした。この本には今回紹介した以外にも、税金や保険、結婚、子育てなど、ライフプランの中で必要なお金の話が分かりやすく書かれています。これまでね、お金と向き合ってこなかったという人はもちろん、今から頑張りたいという人にも、マジでおすすめの一冊です。説明欄にリンクも貼ってありますので、ぜひね、ポチってみてください。いつポチるの？今でしょ。さっきも少し言いましたが、ふと、うわ、今自分めっちゃ幸せだなーって感じる時って、あなたもありませんか？私もね、たまにあるんですが、さっきのガストで息子がね、楽しそうにしている姿を見た時とか、あとはね、旅行先でホテルの部屋で夜子供たちとかくれんぼしてる時とかよく感じるんですよね。なんであのタイミングなんだろう。あとこの前もあって、私朝4時起きで仕事をしてるんですが、朝ごはんとかも私作ってるんですよ。それで味噌汁が鍋に入っている状態にしておくんですが、6歳の娘が朝ね、6時とか早く起きた時に味噌汁をね、みんなの分よそっていたんですよ。もちろん火は使っちゃダメって言ってあるんで、冷めた状態の味噌汁をよそっているんですが、それでもなんか娘もね、いろいろできるようになったなとか感じた時に、なぜかね、すっごい幸福感をね、感じたんですよね。あなたはどんな時、あ、私今マジで幸せだなって感じますかね。多分ね、人によって面白いタイミングとかありそうだなと思ってるんで、ぜひね、教えてください。学識サロンは公式 LINE をしています。 LINE 限定特典を2つ用意。1つ目、ビジネス初心談。私が今までに解説した約400冊以上の本の中から今のあなたにぴったりの1冊を選び出します。2つ目、 LINE 限定動画。タイトルは絶望の国で生き抜く力。絶望の国というのはもちろんこの日本のことです。普段からね、このチャンネルを見てくださっている勉強熱心なあなたなら、今の日本はやばい、自分は今からどうやって行動しようということはもう考えているかと思います。その日本で今後生き抜くためにはどんな力が必要なのか、
私の目線で語った動画を無料でプレゼントしています。説明欄の URL をタップして友達追加していただければすぐにこの2つの特典見れちゃいます。私ね、友達少ないんで、ぜひね、友達になってください。お願いします。さよなら、さよなら、さよなら。